あ、やってますか。はい、やってますよ。あ、やってた。卵かけご飯って食べれますかね。はい、改めまして、小沢です。本日は京都ね、2日目ということで嵐山に向かいたいと思います。今いる駅は馬堀馬堀馬馬堀駅っていうのかな、馬堀駅っていうところにいて、京都から嵐山に向かう際にね、ちょっと嵐山を通過する駅にはなるんだけど、今回はね、そうだね、トロッコに乗って嵐山にね向かいたいと思います。これトロッコ亀岡駅っていうところに向かうには、このね馬堀駅っていうと駅が一番近くてですね、でこっちに向かっていくと、まあ歩いて10分ぐらいのところにトロッコ亀岡駅っていうのがあるみたいです。そう、なんか嵐山で調べたらね、そのトロッコ電車っていうのに乗っていけるっていうのがあったから、せっかくだったらね、ちょっと初めて乗ってみようと思って今そこに向かっております。こんな感じでね、案内がしっかり書いてあるから、間違いなく行けると思います。チケットはね、事前に買わなきゃいけなくて、緑の窓口とかで発券しとかないといけないから、そこだけね気をつけておいてください。おー、田舎ですね。一面畑すげー。多分ね、こういう山の中をね電車で走っていくんだと思うんだけど、結構ね、あの家族連れの人とかご年配の方とかたくさんね、あのその方に向かってます。本当にこの大自然を歩いて10分ぐらいで着きましたね、駅に。ここがトロッコ亀岡駅というトロッコ電車の乗り場になります。さあ早速トロッコ電車を乗っていきたいと思います。こっちかな。でね、トロッコ電車は1時間に1本ぐらいしか出てなくて、なのでね、その時間をねしっかりと調べてね来られるといいと思います。わ、結構乗る人多いな。あ、これね現地でも切符買えるみたいだわ。ただね、繁忙期の時はね結構チケット混んじゃうみたいだから、事前に買っとくといいかなと思います。でね、席がねこんな感じで1号車から5号車まであって、でね、この5号車だけねザ・リッチ号って書いてあるんだけど、これはね窓がないんだっけな、確か。だからよりなんかね景色が綺麗に見えるっていうのだった気がする。そこで予約したんだよな。こんな感じで、この絵がねトロッコ電車、地域によってさ全然違うのよ雰囲気が。ホームはこんな感じです。まだね電車は来てないけど、これからどっちからだろう、こっちかなからか来る気がします。いいね、あの奥の方もすでに雰囲気が良い。ここがあれだね、行き止まりになってるから向こうから来るんだ電車が。これは楽しみだ。こんな感じでね、普通はね窓がついてんだよね。ただ今回乗るやつはこういう風に窓なしです。すげえ。神社、火の神様が祀られております。実は京都でも有数のパワースポットとして知られております。いやトロッコ電車すげえ
想像以上だったわ。めっちゃ綺麗だった。ここはねトロッコ佐賀駅っていうところの、まあ、終点まで降りてきたんだけど、ここからねちょっと嵐山の方を散策していきたいと思います。今ねここだからこうやってこっちの方にね向かっていきたいと思います。でね、嵐山は結構出店が多くて、こう食べ歩きするようなねお店がたくさんあるみたいだからね、食べ歩きをね今回はしていきたいと思います。結構歩いてると和服で歩いてる人多いから、今みたいなお店でこうレンタルしてんだろうね一日ね。今日でも33度よ。こんなクソ暑いのによく来ますね。腹減ったからまずはコロッケ、ちょコロッケ間違えた暑いのにコロッケ買っちゃった。いただきます。これはね佐賀のコロッケっていうものかな。はい、あく、うん、うまいわ。これここ大通りちょっと入ったとこなんだけど、大通りとはねやっぱこうやって買ってね食べてる人が多いわ。食べ歩きしてる人が。じゃあこのコロッケ普通にうめえわ。これリバチーズ一つで400円になります。はい、はい、買いました。こちらなんか次はねリバチーズっていうやつです。400円ぐらい。なんかめっちゃ並んでたから買ってみたけど、あっちんだ棒すら。あっち、あチーズかまぼこ揚げたみたいな感じだ。あっち揚げ物連投してしまった。これあれだね、戸月橋っていうものかな、有名な橋だと思います。綺麗だな本当にマジで。山が心なしかちょっと涼しいわ。この川沿い日陰はでね、ここの川はね桂川っていう川みたいです。本当綺麗だわ。はい、ありがとうございます。ということでマーレブランシャとかいうお店のチャチャボっていうアイスもう溶けてすごい。これねめっちゃうまそうだったので買ってみました。抹茶のやつ、うん、うまいわ。上はこれ抹茶のアイスなんだけど、下ねパイ生地みたいな感じになっててめっちゃうまい。これここすげえな。なんだこれ、手作り風車みたいなのやつのいっぱい並んでます。みんな結構ここで写真撮ってます。今日暑いからやべえわ、溶けてもう。あーもうやっぱりね京都はね抹茶がうまい気がするさっきのアイス本当美味しかったし、なんか抹茶のかき氷屋さんみたいなのがすげえ多い。ここは有名なお寺かな、天龍寺というお寺になります。はい、今日ね本当は曇りのうち雨の予報だったの、なのに晴天になってきた、嬉しい。リラックマ茶坊ですって。茶坊って言うの。あらこれはすごいですね、料理の上にリラックマさんが乗られてる。それが売りね。カレーにも、お寿司にも、うどんにも、そばにも、ドリンクにも全部にリラックマが次はスヌーピーや。すごいな、キャラクターとにかく乗っけとこうみたいなとこありますね、京都は。はい、どうも。はい、みたらし団子買いました。大好きなんです私みたらし団子。あれでかっ、1個280円ぐらい、高いもんな。
こいつはうめえわ。うん、だいぶボリューミーだこれ。タレがうめえ。はい、そして京都といえばこの竹林。すげえ、本当に綺麗だわ。一気に涼しくなった。ここに入ってきて、ここには間宮神社っていうのかな、ここは縁結びが有名みたいです。はい、カップル、受験生らしき方、はい、多いです。やめときましょう。この竹林の中にはこうやって線路も通ってるから、ここもかなり良さげです。雰囲気がこっちの方が結構本格的な竹林だな。なんかね、ちょっと入り口の方って言ったら合ってんのかわかんないけど、嵐山の方から竹林に入ると最初はね結構電線とかがあるんだよね。ただちょっとね奥の方に進んできて、さっきの間宮神社とかを通過したあたりは電線とかねそういうのがないからめっちゃ綺麗に映ると思う。しかもこういったなんかそれ用の路地みたいなのもあって、あ、ほらね、これ竹林の散策路ってなってるから、写真撮るんだったらここら辺が一番いいと思う。どこ見ても竹林、これはやばい。めっちゃ綺麗。なんか竹林を抜けたら住宅街っぽいところに出てきた。あっちはなんかねアパートみたいな感じだし、公園もあって、こっちとかはもう住宅だもんね。お、ちょっと休憩をしたい。暑すぎるからコーヒーっぽいところがやってないっていう。お、え、卵、ん、卵屋さん、え、何これ、卵かけご飯がある。私の大好きな、やってんのかな、やってないか、すいません。やってなさそうですね。あ、やってますか。あ、やってた。卵かけご飯って食べれますかね。いただきます。うん、美味しい。美味しい。マジうまい。やべ、今日一の感動だ。うまっ。やっぱさ、アイスとか団子とかそういうおしゃれな食べ物もいいけど、ああいう原始的なのが一番うめえよ。ここもやってねえわ。コーヒーもうでか、室内入れてくれ。室内、自然はいいです。自然はね、すごく。通り道ね、このシソソーダっていうの飲めるお店があったから、これ買ってみました。それで400円ぐらいで、シソジュースとシソサワーみたいなお酒もある。これ、はい、ということでこちら桂川に戻ってきました。あち、ちょっと限界が来ました。ということでね、今回はこちら嵐山と京都市内を回る、1泊2日の旅をしてみました。京都らしい街並みをね感じながら、旅ができたので、個人的にすごく楽しい旅になりました。今回の動画が少しでも面白かった、役に立ったという方はぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では今回はこちら桂川と栃木橋の前で終わらせてもらいます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。